一応ね、これも4月1日、もうこれ字が消えかかってしまうけど、ごぼう、一応4月1日、見えへんけど、うん、植えたやつ、これ袋植え、うん。これこんな感じでね、培養土が入ってた、前の動画で説明させてもらってるんやけどね、うん、この培養土ってなったやつ、これ袋裏向けたら、うん、こんな感じで見てくれがいいからね、こんな風にして、もう全部もう、はい、9月の末で解体して、で、これを、まあ、10月の1日に、検証しようかな、みたいな。うん。まあ、こんな、太いのから順番にね、しっかりした分からずっと食べていきよったんやけどね。うん、もう、12月まで持たそう思ったらもったんやけどね、だんだん硬なってしまうから、もうこれで、もう全部引き上げてしまうかな、今年はね。うん。こんな感じで。よいしょ。で、これ。ほら。こんな感じでね、ごぼう、下に入ってしもとやつがあるからね、これ。うん。だからこれを、こんな感じで、うん。こんな感じで、ね、うん。だいたいまあ、5粒ぐらい植えとったんやけどね、うん。まあ、こういう感じで、一応はまあ、収穫できてます。はい。ごぼうに関してはね、はい。うん。解体しました。自然の暮らし、キミポン広場。秋風がね、なんか吹いてきて、もうなんか明日から10月って言うたら、もうほんまに一気に10月に、もう暑いよったのに、彼岸花が今年はちょっと遅かってね。うん。ほんで、今更ながら、なんて言うたらいいの？春分の日っていうか、彼岸が終わってから、これ、黄色というか白、うん、ちょっと植えてみたんけどね、球根があって。うん。なんかこれ、おそろで、こう、おそろっていうか、これ合併せえへんやろか、なんか品種がね、混ざってきて。うん。これラベンダーね、もうまた花の咲く時期が来たんやけど、こっち、うん、これね、ちょっときなりになっとって、これも綺麗でしょ、うん、だからこれ増えてほしいな思ってこれは、あ、そうか、2輪になってでか思ったら、うん、こんな感じ、うん、いう感じです。ちょっとずつね、秋のなんか雰囲気になってきつつ、うん、これメドセージの方ね、もう夏の間からね、引くに切ってしたら、花芽がね、花芽分解を、気温に合わせて花芽がつくから、ほっとったら背の高いねやつになってしまうけど、低いところで花芽がついておくから、こんな風にこんもり、うん、こんもりね、うん、花が咲いてくれる感じになってきました。うん。それから月桂樹もね、これ切ってこう、1段目2段目3段目4段目って、これもうちょっと背高したろうって、ちょっと上ちょんとかしない、うん、そんな感じ、です。もうこれね、また種落として、また来年にいうことで。ここが綺麗ね、ベルエットみたいでね。うん。で、あとは、これ、これも種落とそう思って。大葉。うん。それからね、あ、いた。トゲが。これ、大根。うん。大根もね、これ虫に食べられながら、うん。前はね、毎日後ろ見て、掃除っていうか、退治しとったんやけどね。うん、もうほったらかし栽培でもなんとかなんりょんかな言うてやってみてます。割とね、こうやって枯草堆肥をね、こうやってこうかけてやることによって、で、虫が寄りつきにくいんか、大根が元気なんかね、よう分からへんねんけどね、やっぱり草は敷いてあった、マルチより敷いてあった方がええみたいな感じです。うん。で、これがアジュがね、アジュガの鳥カラーの方です。うん、これね。これ、まあ、紫の葉っぱになったら、また先祖代わりしてしまうからね。あれが出たら、もうすぐ抜くようにしてます。うん。まあまあ、そんな感じでね、秋へと向かってきています。もう、この紫のやつ、これももう、一回切ってしまいました。うん。もう、あの辺で、もこ、この辺で、もこってなっとってね。うん。ちょうどもうこれから秋のシチュエーションしよう思って、もう草引き、うん、やっていきながら、うん、これが下草のリシマキアと、うん、それからこっちが、グレコマね、グレコマの斑入りの方、どちらも販売してるんやけどね、メルカリさんでも販売させてもらってるんやけど、いろいろまあ皆さんにお買い上げいただいてるんやけどね、これ混ざったら綺麗でしょう、こんな感じで。うん、だからまあ混ぜながら、うん、このポリゴナムなんかもね、こう混ぜながらグランドカバーとして使っていく方法が、面白いかなというふうに思ってます。うん。こっちがね、例によって例の、姫岩誰そうね。うん。今頃ね、これ、不思議じゃないですか。これ、何やと思いますこれ、アナベル。今さっきょん、もうほんまに、なんでみたいな感じで。うん。短に、もう、切ったんや、花終わって、もうすぐ倒れるから。ほんなら、なんか、異常気象なんかな、暑いのが急に涼しになったら、急に6月に咲く花が今頃出てきて、うん、
で、こっちが暑かったからね、ちょっと気が弱っとうけど、うん、これね、あの姫リンゴ、うん、姫リンゴがあったりとか、うん、まあこれ蜘蛛の巣、これはほんまのリンゴなんやけどね、うん、リンゴなんやけど、これ、うん、アルプス乙女、うん、暑かったからもうなんかちょっとね、ちょっとあかん、ここにもできとうけど、あ、取れた、うん、これはもう天井できんわ、うん、であとこれ小芋、ね、こっちかがいつもあのチャンネル登録踊りやってる、踊りやってる、ここで、エンドね、グリーンピース作ってたやつ、もう柱そのまま置いてなずこしとんやけど、うん、で今年からやっとまあなんとかね、戻ってきて、去年おととし大失敗やったあの小芋、うん、小芋ね、まあなんとか、今年は種取りながら食べれそうです。まあこんな感じでね、うん、軸が大きいからこれが一番、うん、ええんちゃうかな、これね、うん、これも全部草かけだったんだけどね。はい、ところでこれ、うん、これも今年、うん、楽しみなんですよ、うん、こんだけ大きなった、うん、これね、うん、生姜、そう、生姜です、うん、生姜ね、うん、これもうこれね、霜が降りる前ぐらいに開封したらいいんやけど、もうこれ実がつき思うんや、この間土出したったのに実がつきちょったから試し掘りしてみたいんやけどね、うん、見事に大きなっとうでしょ、わーっと、わーこんな感じです、こういうもんより大きなっとうかもかおーい、雲、いつもね、もうあの朝下見ながら歩いたら頭にね、うわーっとこれ引っかかってくれて、ああもううわーって言って、これ全部どこ行ってもね、2匹おりますわ、うん、雲ね、うん、はい、いう感じでね、いろんなものをね植えてしながら、うん、セットアップもしながらいろいろ増やしつつ秋に向かっています。さあ何の花にしようかな今年はこれもね、うん、勝手に大きなってくれて、うん、はい、まあ、ぐるっと一周していくもね、楽しいんですけどね、もうゴーヤも結構今年は食べさせていただきまして、うん、ゴーヤはね1日間に合わへんかった、もう夏やからね、うん、あとこれもちょっとまだ早いしね、うわ、これこんなとこゴーヤあったやん、これサラダで食べたらめっちゃ美味しいんやけど、この黄色いやつね、めっちゃくちゃでかい、これうわー、これめっちゃ、これサラダでもうこのまんま食べたら美味しい、マヨネーズつけんでもこのままめちゃくちゃ、種のね赤いやつが美味しいんやね、うん、はい、これ取ってきました。ちょっと洗ってみたいけどね、めっちゃくちゃでかいでしょこれ、うん、よいしょ、これ、うん、もうちょっとちっちゃい時にしたらいいんやけど、これもう洗うにしてもね大変、もうダイナミックすぎて、これ、うん、中身の赤い、ちょっと中ちょっと切り分けてみようかなと思ったけど、これがねサラダで食べたもうて、ね、苦織ゴーヤっていうね味じゃないんやね、これ、うん、もうこのまんま、もう味ぽんつけんでも、うん、このまま食べても素手で、うん、うん、うん、中切って赤い種があるでしょ、うん、それもそのまま食べたらすごいフルーツみたいな感じ、うん、あ、まあいうことで、金本広場の金本です。まあ月末になって明日はお1日ごと、これはちょっとね献上するような類ではないんで、うん、今からちょっと夕方のお酒のね、あてにフルーツとして食べてみたいと思います。ということで今日も、うん、ほんま明日はメインの動画なんやけどね、いうことで、よろしく。こんな感じです。すごいでしょ。これカレーライスじゃなくて、さっきのやつ。ちょっと洗ってね、中身見たら、すっごいこれグロテスクでしょ、うん、これね、マヨネーズとか、味ぽんかけて食べてもいいんだけどね。すでにね、もうこれ甘みが出てる。うん。だからもうこのまま食べても十分美味しい。この種、うん。この種ね、中はまた来年、植えて、干して植えたら出てくるんやけど、この外のね、この赤いやつ、これがとろみがあって、めっちゃくちゃ美味しいんですよ。うん。ちょっと、いつものようにね、はい、はい、ちょっとご飯の前に、デザートで、ご飯の前にデザートで、変な話。はい、ということでね、いただきます。これね、柔らかいんです。もう火入れてないよ、これね。うん、生サラダみたいな感じ。うん。これぐらい柔らかいです。うん。これが種、うん、うん、あとこれ食べたらね、これ種出してね、ちょっとこうちょっと違うとこ置こうかな感じ、うん、このトゥルッとしたやつ、これね、これ、うん、うん、ちょっとはしゃないですけどね、これ、うん、めちゃくちゃ甘い、うん、まあ
熟した柿、うん、みたいな雰囲気の味になってます。はい、いうことでね、今日はこちらの方で、はい、たしなんでおります。結局のところね、やっぱり今日10月1日になったけど、あの大きいやつは置いといて、ここのあのエンドウがあって影になってもらったやつ、うん、これもあのなんかね、ちっちゃい球根じゃないわ、芋になっとうとこなんやけど、それでも芋が月をみたいやから、うん、これは10月にちょっとね、うん、現状してみようかな思って、うん、これも大きなの待っとってもいいんやけど、ちょっと試し掘り、うん、よいしょ、どんな風になっとんかね、うん、よいしょ、いやちかわいい、ほらこれでも食べられんことないわ。これもちょっと、うん、あの候補に入れさせてもらおう。草これちょっとね、かけとっただけ。それでもかけらんなっとうからね。うん。これ1個に対してポコポコポコってなっとうからね。うん。これいけるわ。うん。まだ短パン。ヒガンバナ。うん。ちょっとわかんないけどね。ヒガンバナって、あの、いけたらあかんとかよう言うけどね。あんまりちょっとこう、綺麗から。うん。1日2日でもね、今日お釣り立ちやから。うん。で、まあ、ジニアも咲いとんやけど、もう毎日毎日、ずっともう、神様飽きてやろうからね。ちょっとまあ、メインも、この、うん。これ、アメジストセージの方ね。アメジストセージ。をちょっと紫化して、でこのヒガンバナ、これもだからね1日2日やけど、それでもまあせっかく咲いてくれとうから、うん、ちょっとこうね緊張させてもらって、ちょっと大きいのを仕事に大きいのをギュッと、うん、でこれが白い方の千日紅と赤い方の千日紅、うん、これ白がこっち行きとうから、まあ反対側にこうこんな感じ、うん、でこっち紫が起きてるから、こっちが偏るかな。じゃあちょっとお花は少ないめになるんだけど、どうしようかな。ジニア入れたらメリハリつくかもわからへんけど、ちょっと悩むところね、うん、はい。それからこれね、斑入りのつる一日さたらっと、ちょっと器もね、今回もうガラスから、こう銅物の銅これ銅よいしょ。はい、たらっとこう垂らして、ちょっとまあ簡単なんやけどね、うん、こんな感じで、仕上がりました。こんな感じでね、うん、はい。それからお野菜と、それでもまあなんとか揃ったから、ちょっと見てもらおうかな、うん、少ないけどね、一応まあキウイとか、うん、まだゴヤありました。うん、それからまあナスビちょいちょい取れる、毎日か 2,3 日ちょいちょい取れる、うん、今日もまあちょっと無理やりちょっと取ってきたんと、ピーマンとインゲンとね、もうあの、はい、家族2人暮らし分ぐらいの収穫でしかないんですけど、まあ今日1日ということで、うん、でこうお花の方もね、こんな風にちょっとまあ関西やけど秋らしいね、感じになったかなという風に思います。はい、改めまして、金パンです。10月に入りました。いや、もう暑い夏やったね、今年。10月に入ってもね、9月、昨日の9月でもまだ30度超えとったから、やっと夕方、涼しい風が吹いてね。うん、なんかもうね、あ、その前にちょっと、いただきます。ちょっと前に行かせてもらって、いつものこれ、ひざくざしてもらって、直らいいうことでね、もう毎度のことなんですけど、神さんと一緒に宴をするよね、そういうまあ意図で、こんな時こそ、日本酒飲まないんですけど、金パン中ハイハーなんですけどね、まあそういうことでいただきます。ブハーこれ、ちょっと涼しいな、ひんやりしてたらね、うん、ちょっと開けて、うん、閉めてもらったらダメだな。あんまり飲まへんから、中杯ごくごくの方が気持ちがいいもんね。うん、寒くなってったらね、まあ、熱燗にしてもいいんやけど、こういう純米酒なんかは、冷酒とかお部屋で飲む方がいいね。うん、ということでね、10月になるとまた祭りシーズンでね、うん、もうあちらこっちで、笛や太鼓の練習をね、している地域が、あると思います。結構ね、播磨、播州地方というのはお祭りが有名な、盛んなところでね、ちょっとまあ、なんていう、浜手って、海に近いところは、結構灘の喧嘩祭りですとか、いろんなまあこの関西でもこの周辺でも海に近いところほどもうよとんかいお祭りが盛んです。でまあね、10月っていうのは神無月、神のない月、神のいない月、神無し月、神無月、神無し月、いない月、
追ってないのに祭りみたいなね、いうのは天津神、国津神、まあ、分かれているんですけどね、神さん言うたら天照大神、天を創造された神様、天地の中で天を創造された神様が天照、太陽の神様の方で、国の神様、国津神の方が、さんの方が、大国主の御事さんの系列ということらしいです。よもやまの話ですけどね。だからまあ、出雲大社の方に、国津神の神々さんが、一回帰って、開業すると。10月にね。まあ、10月に開業するために、出雲地方は神有月っていう、だそうです。そこに住んでないから分かりませんが、神奈月というのは、まあ、一般的にカレンダーにも神奈月神さんの追ってない月ということになるんですが、五穀豊穣を、ね、10月に完成するのでね、全てに対して、だからまあ、お祭りをして、お米が取れるしね、いろんな野菜も取れるしね、10月になったら急に変わってくるね、果物も取れたりね、いうことで、まあ、今年は暑かったから、なかなかね、金本の菜園でも、不十分なところがあって、ちょっと収穫量、収量が減ってます。やっぱりね、暑すぎて、異常やもんね、もう35度、40度近いみたいなね。で、熱帯みたいな、スコール的な急激な雨が降ったりとか、毎回そんな話してますけども、地球のその雰囲気が変わってきてるような感じでね、南極の氷がかなり溶けてるみたいなんで、それでまあ海流の変化があるそうなんですけどね。なんかそういう意味合いで、10月はお祭りが盛んいうことは神様に、完成月なんでね、10秒だらね。感謝をして、実際にね、こうやってお米も取れるしね、まあ、金本もお米は作ってないんでね、お米は自然米とか、なるべく農薬についてのを探して買うしかないんですけれども、やっと、新米がね、口に入るようになりまして、今日、献上させてもらったのがね、新米なんです。やっと新米が食べられるみたいなね。だからまあ、夫婦二人になったから、まあ、米の消費量も結構少なくなって、そんなにガツガツ食べへんしね、まあ、野菜中心の生活みたいになってきて、だからまあね、もう、30キロみたいな系統で、買ったりしとったんやけど、それが、まあ、10キロ買うようになって、今や5キロみたいな。減らへんのですわ、いっぺんにね。あんだけ、ご飯って言うたりしとったけど、あんま食べんと。それでもまあね、健康に生きる、毎日を過ごさせてもらえるいうのは、やっぱり感謝かな、いうふうに思ってます。だからまあ、10月は、まあ、10ね、で、10月10日、完成月なんで、まあ、米ができる。12、まあ、米っていう字もあるけどね。去年のね、10月の、お1日の、動画の中でね、その、神奈月とかについてまた説明させてもらってると思うんですが、興味のある方はそっちの方ね、また、戻っていただいてご覧いただきたいと思います。同じこと話ね、しても、まあ、銀本も、戦地戦道4か、あんまりその知恵がないもんなんでね。あんまりお話ができんので、まあ、前に管を巻いた内容があるんで、そっちの方でまたご覧いただいて、今日はね、なんかそういう意味で、何事にも10月で、完成月いうことでね、そういうことでお話を終わらせてもらおうかなというふうに思ってます。いつもね、もうこうやって、お1日いうことでね、よもやま話みたいなのさせてもらってますが、天津会、国津会、天会とこの玄会のその2つの、神様がいらっしゃるということで、国津神の能の神様、国の神様というのが、出雲の方に、行かれて開業する、この国に対してのね、開業されるということで、神奈月というふうに言われているそうです。はい、ということで、今月も、まあ、よろしくお願いします。ということで、はい、ほなまた。チャンネル登録チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル